なんですね。まだステージは見たことあるけど、そのセットパネルとかのなんかがあれされたのはまだ見たことないんで、そうわかステージの感じはねまだわかんないんだけど、そうロビーだ、もうなんかね出てこない言葉がロビーはめちゃめちゃ可愛い、そう超可愛いロビー、ぜひぜひお楽しみに。痛い、今日はこっちに壁があるから痛いね、楽しみ。痛い。そうですね。まあまあ詳細はね、いつ発表されるのかちょっとわかんないんですけど、お楽しみに。ズン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 。ねえ、いろいろ楽しみなことがたくさんね。あると思うのではい、皆さんぜひ楽しみに。そう、昨日リハしてたんだけど、まあ、意外と踊れたね。まあなんかそうだね、そのさ、そう何の曲をやるかとかさ、そうどういうあれをするかとかさ言えないからさ何とも言えないんだけどさ、そう、でもねめっちゃいいと思うめっちゃいいと思う、マジで。 HKT のファンからしたらマジたまんないと思う。瀬戸利は今回の瀬戸利衣装とかも全部もう素晴らしいと思うから、もうはい楽しみにしてていいと思いますマジでさやかがファンだったらもうめっちゃ嬉しいもん。自分がファン目線だったらこのセトリ来たらねめちゃめちゃ嬉しい、もうテンションぶち上がるよねってレベルで、そうさやかもねすごい踊ってて楽しみだし楽しみですね。ね、楽しみいいね。クリスマスか。あ、違うわ。間違えた。それがさ、もうハロウィンかって言っとしたらさ、クリスマスかって言っちゃったんだけど、どういうこと？どういうこと？違う。ハロウィンって言いたかった。ハロウィンって言いたかった。ハロウィンやな、ハロウィンが出てこなかった。もうこんな季節か、もうハロウィンか、やば。ハロウィン感ない。まあ別にさ、いつもさそんなハロウィン感はないんだけど別にそうないんだけどさ、今年は特にないよね、ハロウィン感。あーでもさ、歯医者さん行ったんですけど、なんか
ハロウィン仕様になってた、歯医者さんがなってたそういえばなってた、ハロウィンだもうハロウィンだ、世間はもうハロウィン、ねえ、びっくりしちゃうハロウィン、そっちのハロウィンそっちのハロウィンね、そうなんか飾ってあったかぼちゃとか折り紙のかぼちゃとか、なんかなんだろうね、かぼちゃお化けとかかな、かぼちゃとお化けしかちょっとハロウィンわかんないんだけど、そう貼ってあって、あハロウィンかって思ってそうでも逆にそんくらいかもしれない、ハロウィン感じるのって。言うてさ、なんかあんまね、ハロウィン、ハロウィンかハロウィンかなんかさ、あんまさ、あんまハロウィン感ないよね。なんかさ、こう東京に住んでたらなんか渋谷のハロウィンとかさあるじゃん。だからさ、なんかあれだけどさ、佐賀はあんまハロウィン感ないんだよね。あ、そっか、ケゴとかもケゴとかも結構ハロウィンがにぎわうのか。あ、ちょっと痛い。でもさ、なんかね、あんま佐賀はマジでハロウィン感ないから。あーでもあるわ。今年どうなるんだろう、ライトファンタジー佐賀のなんか大通りにね、なんかあるライトファンタジーっていうのが毎年やってるんですけど、今年あるのかな。ああるじゃん、点灯式やるのかな。でもできないよね、人集まっちゃうもんね。なんかね、佐賀県の佐賀市のなんか大きい通りがあるんですよお祭りとかやる、今年はなくなっちゃったんだけど、祭りとかをやる大通りがあってですね、そこに木があって、そこがライトアップされたりとか、そう、いろんなところ、近くのなんか商業施設とかがライトアップされるんです。駅のとこにも多分ライトアップあったよね、去年。そうで、木がライトアップされて、そう、あ、今年もやるじゃん。あ、オープニングパレードは中止だって。あら残念。結構長いことやってるんですよ。そう、10月29から1月11までだって。そう、1月ぐらいまで、4月、お正月過ぎとかだね、まで。そう、点灯式をライブ配信だって。すごい。3密を避けるため点灯式の様子は YouTube でライブ配信。え、すごい。そうらしい。そう、いつもはなんか点灯式が行われるんですけど、今年はないみたいなんだけどね。そうなんか木がライトアップされるっていう。あの結構綺麗なんですよ。そう、なんかこう本当に大通りがの横の木がババババババってあって、その木がデデデデってライトアップされてるからそう、ぜひ
佐賀に来た際は、冬に佐賀に来た際は踊りに行ってみてください。一番豪華なライトアップの場所は、一番豪華なライトアップの場所は佐賀玉屋の前あたりですね。あの辺が一番確か毎年豪華だった気がする。わかんないわかんない、確かそう。なんかもうガチなの、木にめっちゃそう綺麗なライトアップがあって、そうぜひぜひ。綺麗なんですよ。なんかたまになんか家、普通の家でもライトアップしてる家があって、そうすごい普通のなんか家なんよ、一般民家なんよ、一般民家なんやけど、一応なんかライトアップ、なんか光るオブジェみたいなの飾ったんだりとか、なんかそう光ってたりとかして、すごい家もありますね中にはね、うちはないんですけど、なんかたまにねいるよね、そういうお家すごいよね、そういうお家って基本豪邸っていうねすごいなマジで。ちょっと憧れはあったよね、やったことはないけど、クリスマス、まあまあ玄関にリース飾るくらいはしたことあるけど、そうさすがにね、電気とか光るオブジェは置けなかったですねうちは置かなかったですねすごいよね、もうちょっとなんかさ、そういうお家見つけるとさ、ちょっとテンション上がっちゃったりとかさするよねそうそうそう、おもろい、いいっすねハロウィン、クリスマス、ハロウィン来たらもうクリスマスはあっという間よあ、まあ言うてでも1ヶ月以上あるのか、そうだね、1ヶ月と2週間くらいあるのかな、なあすぐ来ちゃうよね、1ヶ月と2週間ってもうすぐだよすぐだよ、あっという間、だってさ10月もさ、10月じゃない、あ10月か、10月もさもう終わるんよ、20日、あもう明日が20だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、31までか、31までだから、もうあと12日で12でね12日で終わるわけだからね、びっくりしちゃう、びっくりしちゃう、なのね、10月後半だってさ、10月になってさもう19日も生きてるんだよ、やばくない、そういう考え方、さやか10月になって19日生きたんだよ、もうやば、早くない、早いよね、びっくりしちゃうんだけど、はあ、びっくらびっくら、あっという間に何ハロウィン、ハッピーハロウィンって言って、でメリークリスマスって言って、良いお年をって言って、明けましておめでとうございますって言うんだよ、やばくない
サイマルハッピーバースデーって言ってるからね絶対早いよね、びっくりしちゃう。あっという間すぎて。うん、早い。びっくり。11月なの、なんかしたいな。なんかしたいって別になんか特にないんだけどさ。あ、うちょ、スマホが落ちちゃう。チュン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 。なんかさ、きっとさ、17歳になるときはさ、16歳やり残したことありますかみたいなのさ、聞かれるか自分で思うかじゃん。やり残したことしかなくない？やり残したことしかないよ16歳。どうするよ17歳で挽回するか。セブンティーンよ、花のセブンティーンよ17歳って。やばくないね、花のシックスティーンはどこ行った。花のなんかそれは。16歳、ね、やったことの方が少ないよね。何やったんだろう。それただでさえさ、記憶がさ、ちょっと頭のストレージが悲しいくらいないんで、ちょっとあれの思い出せないんですけど思い出せないんですけど、1年の3分の1は家にいたんじゃない。もっと家にいたかな。3分の2くらい、5分の3くらい家にいたのかな。あ、まか5分の3くらい家にいたのかな。ね、そうそう、こういう1年もね、まあしょうがないからね。しょうがないからね、まあいいのだけれども、なんかね、このまま徐々に収束していきね、お出かけに、お出かけというか旅行に行ける時のことをちょっと考えて、今 UL と大阪行く計画立ててるんで。いつ行けるか知らないのに、いつ行けるか分かんないのに、 UL とさ、ね、見てここめっちゃ可愛いとか、え、ここ行きたくないとか言ってさ。あ、この間さ、そうそうそう、イエルと話しててさ、どうだったっけな、なんか、あ、大阪行きたいねってずっと話しるんよ、イエルと。で、どこだったっけな、この間、でも大阪に行きたすぎてね、なんか自然とね、指がね、大阪調べちゃうんよ、手が。そう。で、どこだったかな、ちょっと待ってね。これ、なんかそう、手が勝手にね調べちゃうので、なんかこの間ツイッター見てた時に、11月20日に心斎橋パルコオープンっていうなんかあれが流れてきて、でつい言えるにその URL とともに、11月20日に心斎橋パルコオープンだって、別に大阪住んでるわけじゃないのにこういうのに反応しちゃうって言ったらね、いやいやどうでもいいわって言われて。そう、マジバリどうでもいい、行きたすぎて、言ってじゃないのに、小さい橋パルコ、小さい橋パルコ。あのね、いや、あ、おもろかったのが、
ゆえるがね、かわいかったのがね、あの大阪に行きたすぎて、そう、あのゆえるの待ち受け画面が、あの前もかちゃんとあまねちゃんと大阪にいた時に食べたとんぺい焼きの写真でそう見て、私大阪に行きたすぎてね、ほら、あの待ち受けこれなのって言って見せられて、え、いやいや、やばっと思って、そう、めっちゃ可愛かったそう、マジ2人ともさ、あ、ちょっと頭おかしいゆえるのね待ち受け面白くて、この間ふと見たらね、餃子だったの確かなんか餃子をなんかじわじわくる待ち受けの仕方なの、なんかそう、ちょっと余白多めの餃子チョコみたいなトッペです、こっちこっちシュペです違うやつ、そう、餃子のなんか余白多めなの、しかもなんかちょっと餃子のドアップとかならわかるんだけど、そう、余白多めで、とんぺ焼きも結構余白多めだったから、あのちょっとなんかじわじわ来ちゃって面白くて、そう、勝手に見ちゃった、餃子は勝手に見ちゃった、それはごめん、でもロック画面だったから見えちゃったの、そう、正確に言えば見えちゃったの、そう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 別にそう悪気があって見たわけではない、かわいかったホーム画面は、ホーム画面じゃない、ロック画面はね結構性格出ますから、待ち受けはかわいかった、面白かった、いいよね、なんかあんま食べ物のロック画面にしない人だからさ、そう、あ、珍しいと思って勝手に、そう、ね、面白いわ、それだけそれだけさやかとイエラは大阪に行きたいって言っても、待ち受けを食べ、とんぺ焼きにして心斎橋パルコオープンを伝えたくなるほど大阪に行きたいっていう、そう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 、気持ちだけは、ここだけは強いですマジでマジでやばいねえ、おもろいっすね、だってさ、口を開けばさ、え、マジで大阪行こうって言ってるの、やばいよね、あの夢の国も行きたいからさ、ユニバも行きたいけど、そう、まあまあまあ、さやかがユニバに行ってきたって言ったら、あ、無事行けたんだなって無事行けたんだなって思ってくださいあ、よかったって行けたんだ、よかったって、そう、なんか大阪でおすすめあったら教えてください そうそうなんかね、いろいろあるから、地名はいろいろ聞くよね、それこそ心斎橋とかさ、ね、梅田とか道頓堀とか聞くけど、どこに何かあるかさか知らないので、はい、知らないのでそうそうそう、下調べだけはバッチリしていって、大阪に友達住んでるんだよね、聞こうかな、ね、どこがおすすめって、あ、でもゆえるがたこ焼き食べたいって言ってた、そう、わ、いいねって言って、そうそうそう、たこ焼きはいいよたこ焼き食べたい、
ねえ、あ、見た、あ、そう、一回そう、なんか楓がそう、大阪に去年くらいかなに楓が大阪に行って、そう、なんだったっけな、楓がさやかにお土産いりますなんか欲しいですかって聞いてきたのか、さやかが買ってきてって言ったのか覚えてないんだけど、そう、あのみたらし団子、めっちゃ美味しそうなみたらし団子があるのをインスタで見っけて、で、そう、楓が買ってきてくれたんですよ。そうだけど会えなくてそう、賞味期限切れちゃうから、そう、賞味期限のまでにこう、その楓が帰ってきて 2,3 日会う予定がなくて会えなくて、そう、楓が食べたって、結局楓が食べたっていう、そう、みたらし団子ね、せっかくそう買ってきてもらったのに、どの流れでみたらし団子になったのかちょっとあんま覚えてないんだけど、そう、その話になって、みたらし団子今あるかな、トーク履歴出てくるかな、一回消えてるんだよね、トーク履歴、みたらし楓のトーク履歴あるかな、あ、ないねスマホ変えたか、トーク履歴消えたのか知らないけど、ちょっとなかったですね。そう、買ってきてもせっかく楓が買ってきてくれたのに、そう、食べれなくて、そう、ごめん楓、食べていいよって言ってそう、ことが一回あったんで、今度はちゃんとみたらし買って、そうで、楓に何かプレゼント買って帰るかなそう、みたらし団子食べた、美味しい、だからお団子結構好きなんですよ、なんか、そう、いいね、肉まんだっけ豚まんだっけ、なんかあるよね、あのお店もあるよね、よくあの見るけど食べたことない、確かあれあるかな、いや、ない気がする、なんか駅にありますよね、あの新幹線、握手とかの帰りに新幹線乗るときに見るお店でも食べたことない気がする、行ってみたいですね、あ、そう、それなんて読むのそれ、 551 まんま、読み方がわからん、なんて読むのそれ、551か、合ってるんや、そのまま、なんで551なの、551、そうそう、すぐ気になっちゃう、551、名前由来、あ、素晴らしい素晴らしい、創業当時店の電話番号が551だったことに合わせて、味もサービスもここが一番を目指そうという会社の目標から、へえ、すごいだそうです、へえ、電話番号から来てるんだ、ここが一番の、あ、いいね、ここが一番目指そう、いいね。おもろ。あ、大阪クイズ定番、あ、そうなんだって。これ何？大阪人、大阪府民からしたら当たり前？大阪府民か。大阪府民からしたら当たり前？これ。結構当たり前な感じ？これ。すごいね。へえ。おもろい、いいね、初めて知りました、最高初めて知りました、面白いですね、そんな由来があったんや、知らなかった、
なんかさ551ってその知ってたけどさ、そうそうそう、ね、調べがち調べがちおもろいっす、いいっすね、いいと思いますいいと思います。じゃあそろそろ壇上を読もうかな。チュン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 、13位シューさん、12位ザキザキザッキーさん、11位オーヤンさん、10位ザレゴトさん、9位ヤシタンさん、8位キキちゃん、7位カンタさん、喉が、6位リナちゃん、5位白い雲じゃなくてさん、4位さよならを語るシーンになりたくてさん、3位カズッチさん、2位福岡のゼロさん、そして1位佐賀の丸さん、ありがとうございます。なんかさ19876533って言っちゃうんだよね3って言っちゃう、気抜いてるとね53って言っちゃう。ありがとうございました。あ、やばい、目が痛い。それでは絶対これや原因、あれ終わりまーす。ではではでは終わりたいと思います。それではまた、痛い、今下噛んだ、痛い痛い、また明日お会いしましょう、痛い肘。ではバイバーイ。